E アミューズメントパスを買って、ようこそ S.I.V.A へ。私はこれからあなたの任務をサポートさせてもらう穂高です。よろしくね。今人類は突如出現した鋼鉄柱によって存亡の危機に直面している。あなたのような優秀な人材をスティールスーツを操るハウンドとして一刻も早く戦場に派遣しなければならない。あなたたちハウンドの目的は世界各地に生息する凶暴な鋼鉄柱を殲滅し、その鋼鉄柱出現の謎を突き止めることよ。そんなに緊張しなくて大丈夫よ。あなたのことは私たちがしっかりバックアップするわ。先輩ハウンドたちもあなたを待ってくれているはずよ。人類の歴史を終わらせないためにあなたの力が必要よ。さあ、準備はいい？ゲームプレイにはスティールエナジーが必要よ。スティールエナジーを購入してね。画面をタッチしてハウンドを。よし、行くぞ。いつでも出撃可能です。さて、行きますか。一緒に頑張りましょう。オーライ、楽しんでいこうぜ。呼んだか。はい、お呼びでしょうか。一生懸命頑張ります。僕に任せて。光栄ですよ。さて、行きますか。ハウンドになったばかりのあなたにはブリーフィングミッションをこなしてもらうわ。ブリーフィング、巨大エネミーの反応を市街地で確認したわ。あなたたち、味方の到着まで時間を稼いでちょうだい。それは急いで出撃しないと。そんなに不安な顔しなくても大丈夫よ。エネミーの数も大したことはないし、基礎を覚えるにはちょうどいいわ。オペレーターもちゃんとつくし、新人も。穂高さん、聞こえてますよ。じゃあ、二人とも準備はいい？ここはあなたたちに任せるわ。頼んだわ。よし、了解です。目的は味方が到着するまでエリア内での戦闘継続です。スティールスーツの基本操作を説明させていただくオペレーターのエミリア・カートライトです。よろしくお願いします。チュートリアル項目が順番に表示されるので内容を読み操作を確認してください。それではチュートリアルを開始します。視点変更は R スティックで行います。移動は L スティックで行います。L2 ボタンでブーストすると高速移動ができます。ブースト中はブーストゲージが減少します。ブーストゲージは時間経過とともに回復します。ブースト中に L1 ボタンでジャンプします。ジャンプはブーストゲージを使用します。L2 ボタンを素早く押すことで回避アクションができます。回避アクションはブーストゲージを使用します。補助武器攻撃には R2 ボタンを使用します。攻撃は正面の方向へ向かって飛びます。L
ーター、狙いを定めて精密な射撃が行えます。装備している武器を変更するにはジョブスイッチを使用します。右に倒すと主力武器、左に倒すと補助武器を変更できます。画面の武器アイコンを配置することでも変更可能です。主力武器のリロードを行うことができます。弾薬補給ボックスに近づくと補給ボタンが表示されます。補給ボタンを押すと主力武器、補助武器の弾が満タンに補給されます。素材アイテムが出現します。武器の生産などに使用できるので回収しておきましょう。リーダーエネミーを倒せばゲートを破壊して次のエリアに進めます。次のお相手は誰だ。クラスアドミラルを確認しました。そろそろ潮時ですね。戦闘区域の離脱開始します。お疲れ様でした。ハウンドの皆さんはこんな大きい鋼鉄柱を相手にするんですね。私もしっかりサポートしなければ。経験値リザルトです。殲滅したエネミーの数や種類によって獲得した経験値を確認。熟練度リザルトです。武器を使えば使うほど熟練度が上がります。武器の強化上限を上げるためには素材アイテムリキーパーツリザルトです。素材アイテムとは別にキーパーツがエネミーから獲得できることがあります。称号リザルトです。称号は戦闘中に条件を満たすと獲得できます。たくさんあるのでぜひお気に入りを見つけてください。お役目ご苦労様。初ミッションにしてはなかなかの活躍だったわ。あとは彼らに任せましょう。え、あなたも出撃したいの。いいわ、やってみなさい。でも今のままだと危険よ。武器をカスタマイズしてから出撃すること。いいわね。それでは武器をカス、まずは主力武器は、ではが強化。次は補助武器カートリッジを、それでカートリッジ、ここでおしゃれハウン、ではチャットボタンを押すと
ゲーム中に他のプレイヤーに向けてチャット発言することができます。画面右下の設定ボタンを押すと、ヘッドホンのボリュームやバランス設定、R スティックの感度、上下左右の反転設定を行うことができます。スティールスーツで活動するとスティールエナジーを消費します。スティールエナジーの残量は右下に表示されています。それでは今度こそギガンテウスを殲滅しましょう。次のお相手は誰だ。巨大な反応を確認しました。今度は大丈夫です。エネミーの弱点を確認してください。巨大エネミーの弱点は機体からで覆われています。頭、尻尾、背中からが破壊可能です。さてと、言うことなしの成果ね。クラス CP リザルトです。新しい称号を獲得したわ。ブリーフィングミッションね。新しいブリーフィングミッション。鋼鉄中の了解です。エミリア、失礼しました。頑張ります。準備完了。ミッションを開始します。目的はエネミー大量発生ポイントの制圧です。メンバーと協力しながら進んでください。連絡はチャットで取り合ってください。しました。殲滅
エネミーの生体反応を確認。直ちに向かってください。そろそろ本腰入れる。エリア制圧で MVP 獲得です。ブリーフィングミッションね。新しいブリーフィングミッションが開封されたわ。遺跡で巨大エネミーを捕捉したわ。遺跡ですか。障害物が多くてナビゲートしづらいんですよね。ブツブツ言ってないで出撃しなさい。はい、行ってまいります。ミッションを開始します。目的は巨大エネミーの殲滅です。皆さんの活躍期待しています。
援チーム、巨大エネミーの生体反応。していなかった。クラスアップ。新しい称号。今月のプレイ特典、今ならスティールカプセルできるわよ。カスタマイズね。スーツカスタマイズね。スティールスーツの装備をカスタマイズできるわ。今の熟練度ではこれ以上強化できないわ。カプセルできるわよ。ブリーフィングミッションね。工場地帯にクラスアドミラル発生。ソイン、戦闘配備。って、またあなたたちなの？なかなかいいコンビってことよ。了解です。穂高さんは安心して見ていてくださいね。ミッションを開始します。もちもち。目的は巨大エネミーの殲滅です。時間帯によってエネミーの攻撃性に変化があるようです。気をつけましょう。
を確認。直ちに向かってください。ざっとこんなもんよ。だクラスアップ。新しい称号を獲得したわ。新しいブリーフィングミッションが解禁されたわ。カスタマイズね。新しい武器が生産できるようになったわ。今の熟練度ではこれ以上強化できないわ。今の熟練度ではこれ以上強化できないわ。シールカプセルできるわよ。
ミッションを開始します。目的はエネミー大量発生ポイントの制圧です。皆さんの活躍期待しています。断トツね。クラスは新しい称号を獲得したわ。スティールカプセルできるね。カスタマイズね。スーツカスタマイズね。スティールスーツの装備をカスタマイズできるわ。今ならスティールカプセルできるね。ミッションを開始します。目的はエネミー大量発生ポイントの制圧です。このエリアでは多数のエネミーの生体反応が確認されています。周囲を確認しながらミッションを進めてください。
リーン、エネミーの生体反応を確認。直ちに向かってください。エリア制圧 MVP 獲得です。上出来ね。称号を獲得した。今ならスティールカプセルできるよ。カスタマイズね。新しい武器が生産できるようになったわ。今の熟練度ではこれ以上強化できないわ。今の熟練度ではこれ以上強化できないわ。
からスティールカプセルできるわよ。ミッションを開始します。目的はエネミー大量発生ポイントの制圧です。メンバーと協力しながら進んでください。連絡はチャットで取り合ってください。これおっさんには答えるね。リーダーエネミーが出現しました。攻撃に向かってください。成功です。さすが
回のミッションは圧勝だ。打点いい成績にクラスアップ。新しい称号を獲得したわ。目的はエネミー大量発砲ポイントに制圧です。一緒にミッションに参加できて光栄です。逃げつけちゃいましょう。リーダーエネミーが出現しました。殲滅に向かってください。くそ、マジか。エネミーの生体反応を確認。直ちに向かってください。クリア制圧 MVP 獲得です。リーダーエネミーが出現しました。殲滅に向かってください。エネミーの生体反応を確認。直ちに向かってください。連続 MVP 獲得です。こりゃおっさんには答えるね。おっさんには答えるね。エリア2、エネミーの生体反応を確認。直ちに向かってください。またまた MVP 獲得です。すごいです。
新しい称号を獲得したわ。新しいブリーフィングミッションが解禁されたわ。また待ってるわ。